いやー腹減ったなぁ、ドランチです。日本語字幕になってから、ストーリーが分かってね、非常にこの作品がめちゃめちゃ楽しいね、最近。まあ、要するに、ちんこってこと。前回で、このエリーちゃんコースが全部終わった。この4つがもう全部終わったんで、コンプレックスがあと4つタグがあるから、コンプレックス基準で、回していくか。そうすれば全部終わるよね。エリーちゃん裏切ってるとめちゃめちゃお前なんだろう、結構幸せそうだね。あ、なんだ。This is a Code 12 broadcast. The remnants of the Top Hat Clan have been seen mobilizing near the Dogo Bogo. どこぼこジャングル、名前すごいな。濁点多いな、そのジャングル。あ、なるほどね。ここで、その衛星を打ち上げるっていう情報を手に入れたね。はい、はいはいはい。あ、ルビー、それ俺パクったよ。はい。ソントパッ。こいつの顔よ、もう宝が分かった瞬間の顔ね。はい、いや、以上出てくるよ、そのうち。これ、車輪乗ってなくね？ちょ、細かいけどさ、これ車輪乗ってんのかな、これ。ちょっとメタルギアを参考にスネークさん、行く？ダンボールの中に隠れるって意外と皆さんありありなんだよね、実は。バレないんだよ、意外と。俺昔ね、小学校の頃だったかな？一回ね、かくれんぼしてたんだよ、友達と。で、ダンボールの中に俺隠れてて、こんな感じの、スネークが入りそうなぐらいの。で、俺隠れてたら、2週間ぐらい見つからなかった。っていう、まあ、嘘話なんだけど、ダンボールで、行きましょう。お？乗せる？乗せる？乗せる？はい、ちょろいな、こいつら。なんかすごいデジャブ感を感じる。なんか、最初のね、エピソードでも、ヘンリー君って変装系好きだよね。あんま成功してるとかあんま見たことないけど。マジックハット。いや、マジックしてもな。マジックしたとこでな。うわ、すげえ。種を知りたい。これマジどうなってんの？お、え、ダメじゃないじゃん。ダメだよね、これ。あれ？ダメじゃないの？あ、いいの、いいの、オッケー？あ、バレてる、バレてる？あ、やばい。これバレる？え？これもう、あれ？この中に乗ってる奴らはもう、マフィアの仲間でオッケー？え、じゃあどうしよう。何事もなかったかのように座るってこと？はい。おぉ。はい。あー、訳ありの席でした。あ、ごめんなさい。え？どうしようもね。じゃあ、ウィンドウ？うわ、音がさっきから生々しい。お！すごい、なんか、なんだろう。うん。ウィンドウ、中入るってこと？意味。戸締まりしっかりするタイプか。これ分かった、これあれね。はいはい、画像よくやる、よくやるわこれ。画像編集してる人ならよくやるやつ、ようやるやつやこれ。そんなありこれ。今んとこ順調に進んでるね、ここまで。おーおーおー、いいんじゃないこれ。これ今んとこ一人で生きてるけど、あれ助けてくれないかね、チャールズ君。これ絶対動物の森でしょう。いやー、これ行くでしょう。一択でしょ、これ。あ。おぉ。怖っ。これはルイージマンション的な。いや、それはないか。まあ、これが正解ルートだったんだね。おぉ、すげえ、全部パクれるの。あ、これは、もう勝ち？うわぁ、お前。そんな人生うまくいかねえよ。 Okay, everyone. Today's the day. すごいな、一夜城で。おい、なんかすごい著作権にうるさそうな家具ばっかだな。ルビー盗んだルートで行くか。じゃあこれとこれで行きます。Good evening. ちょっといいお嬢さんが、はい、
あ、なにこれ、もうロケット打ち上げちゃった未来世界線。これ宇宙に行かれたら困るわな。日常生活送ってるね。すごいね、一番こっちが平和だな。はい。もうこいつ転職つけよ。すごいねこれ、あらゆるなんとかかんとか襲撃って書いてあったけど。 Hey, Chief. はい。Satellites have picked up a え、嘘でしょ、待って、もしかしてこれあれ、ヘンリー君宇宙まで。いやちょ待てよお前、そりゃ無理があるだろ。まあ、何でもできるな。あ、ちょ待て待て、あ、これあれだ、ねこれはね、わかるよ。元ネタわかる。でもね、タイトルが出てこないんだ。ごめんね。これあれでしょ、あの、フォックスのやつでしょ。どうしようかな。これ。おお、いや、そんな尖った針じゃ。ねえ、そうなるよね。おや、あ、うお、先端から出れる。最先端の。どうしましょうかね、ヘンリーさん。結構あれだね、エリーちゃんとか、チャールズくんがいなくても全然一人で生きるね、やっぱこいつは。おい、ちょ待って、お前いいよもう。お前いいって、もう選ぶわ。さすがにね、もう、おなんかもう、あさすがにね、やっぱもう、うわ、あ、今までの、あ、すごいすごい、今までのなんかあれ、いや待って、今見逃さなかったよ。今マリオ64が見えたよ。今マリオ64のステージはちょっと、あ、え、意外にも、あ、すげえ、意外にも、いけちゃったやつ。これスマブラっぽくない？なんかスマッシュって書いてあるから。絶対、おお、お、ヘンリー君の雄たけびって初めて聞いたかもね。うるさい。おはい。まあ、うん。これが無難か。まあ、オープンだし。あ、結局、あ、あ、これ、はいはいはい。この、なんだろう。こいつ、あれだよな、この、なんだろう、茶ひげ？こいつ、この、あ、違う、オレンジひげが、茶ひげがボスで、オレンジがなんだろう、これ、なんだろう、秘書的な秘書？はい。お。戦えと。飛行船で一回、お前、マザー形式で戦ったからな。リベンジですか？これなんだろう、マリオなん、マリオで見たことあるな、これ。なんだっけこれ。はい。サイコロ、あ、マリオパーティーだこれ。あ、ダメじゃん。ちょっとこれやってみよう。ラード。何？何今の？あ、このまま帰れはしないだろう。ヘンリー君どうやって帰るんだろうこれ。さすがに大気圏は、あ、あ、まずくない？あかん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 よこれ。死ぬよ。どうするどうするどうする。これどうしようもなくないか。これ一択だな、これ一択だ。いけヘンリー。え？これでかくなる。おお、うわ、頭よしか。でもエメラルドで反射できるもんなんかね、それ。貫通はしそうな気がするけど。おっ、うお、さすがさすがマフィアなだけあるね。ああ、うわー、なんか情が湧くわ、あの茶ひげには。なんか茶ひ、あの茶ひげでなんか悪いやつには見えないんだよね。気弱な、なんだろう、ボスみたいな。はい、正確な絵分かっていません。分かんなくていいよ。はい。ああ、では、はあはあはあ。中には誰もいません。ああ、これがヘンリー君ね。はい。マジか、お前。